一時50ドル割れも営業で世界的に株安が連鎖。週明け5日のニューヨーク市場の原油先物価格は原油の需要が低迷するとの見方から一時5年8ヶ月ぶりに1バレル50ドルの大台を割り込み、エネルギー関連株を中心に売りが進んだことで、ダウ工業株30種平均は330ドル以上値を下げました。一方、今日の東京市場ではヨーロッパ経済に対する不安なども重なって全面安の展開となり、日経平均株価は前日に比べ500円以上値を下げ1万7000円台を割り込みました。またアジア株も今日はやや下がり気味の値動きで推移し、世界的に株安が連鎖する形となっています。マクドナルドの問題、都内でも同様の報告です。マクドナルドが青森県で販売したチキンナゲットにビニール片のような異物が混入していた問題で、タイの同じ工場で同じ日に製造されたおよそ19万食のうち 99% がすでに販売済みだったことが明らかになりました。また先月31日に東京都江東区の店舗でも客からチキンナゲットに異物が混入していたと指摘があったにもかかわらず、客から預かった異物を紛失し店舗の責任者にすぐに報告していなかったことも分かりました。この対応について日本マクドナルドは、本来このような対応はあるべきことではなく、スタッフには注意しているとコメントしています。戦後70年の総理談話、アメリカ国務省が裏山談話、河野談話の継承を促す。安倍総理が終戦記念日に合わせて発表する戦後70年の総理談話について、アメリカ国務省のサキ報道官は、村山元総理と河野元官房長官が談話で示した謝罪が近隣諸国との関係を改善するための重要な踏み入りだったというのが我々の見解だと述べ、2つの談話を継承するよう促した形となりました。一方、菅官房長官は記者会見で、総理と相談しながら有識者を選定する、日本はどのような国になっていくのか世界に発信できるよう英知を結集して考えたいと述べました。さて、節目の年ですね、話を先ほどしましたけれども、やはり戦後70年総理談話の、ね、あの形がどうなるのか注目しています。いろんな方が注目して、いろんな国も注目しています、はい、ということで戦後70年の総理談話の意味について、そして狙いについて今日のデイリーセッションを考えたいと思います、はい、お電話つながっております。日本と韓国の歴史認識問題について詳しい神戸大学大学院教授の木村寛さんです。木村さん、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、非常に注目されている今年談話をどのような形で発表するかということなんですけれども、そもそもとして、総理の談話ってどんな意味を持っているんですか。そうですね、まあ、総理の談話っていうのは、まあ、閣議決定を行うか行わないかによって分かれるんですけども、はい、例えば、河野談話っていうのは閣議決定を行っていませんので、まあ、時の官房長官が、まあ内閣の意思を代表して発言したものっていう以上の意味を持たないんですが、浦山談話のように閣議決定を行う場合、多分今回の安倍談話はそれを念頭に置いていると思うんですけども、行う場合には、まあ、正式な閣議、内閣の意思の表明として行われるものが談話という形になるんですね。今回も閣議決定を行うような談話になるのかどうか、これはなりそうですかね。なる、まあ、これは総理の談話として出すのか、あるいは官房長官の談話として出すのか、ちょっとによって変わってくるんだろうとですね、先ほど申し上げました通り、村山談話は総理の談話ですから閣議決定がなされているわけですけども、河野談話は官房長官の談話ということで、かなり軽くなっているわけです。で、まあ、今回は総理談話として念頭に置かれているのですので、当然ことながら閣議決定を行って、まあ、明確な内閣も、まあ、場合によってはその他の内閣の方針は今日なんか決定として、行われるだろうということになるだろうと。今言われているのは、菅談話ではなくて安倍談話だと言われているわけですからね。総理自身の談話ですね。はい。この村山談話及び河野談話、当時もやっぱり注目は高かったんでしょうか。まあ、そうですね、特に、まあ、まず河野談話に関しては住民や問題そのものが非常に重要化、まあ、表示されていた時期の談話ですが、そうすることながらその解決策というのは注目されたわけですし、まあ、
村山談話っていうのを村山さんが総理大臣になった瞬間から私は談話を出す、まあ、あるいは国会決議を行うんだと繰り返して言ってきたので、まあ、世界各国としてはどのような談話を出すのかというのは注目したんですね。でここで注意しないといけないのは談話は談話のものだけではなくて談話を出す過程が重要だということなんですよ、はい。ですから、まあ、分かりやすく言いますと、談話が、まあ、作られた段階も、出す段階ではもちろん内容は決まっていますから、大体皆さん内容を知っているわけですね。で、問題はその過程の中で、さまざまな議論が出てきます。で、さまざまな議論の中には、まあ、周辺国、あるいは関係国からすると、少しこれは、ね、勘弁してほしいという意見がたくさん出てきますね。そのやり取り一面が実は注目はありて、で、場合によっては談話が出されたときには、談話そのものの内容は、実はきれいさっぱり忘れられている。ということもあるわけで、それでも、この談話や村山談話っていうのはそこに至るまでの過程が非常に注目あった事例だと思います。この談話の時はまさにその日本と韓国とのやり取りというものが今でも注目をされていますし、またこの談話、村山談話ともに、まあ、その当時の例えば自民党であるとか党内や、政党内、そして与党の中を求めきれなかったのではないかという、そういったプロジェクトも含めて、いろいろ議論されているわけですよね。そうですね、はい、まさにその通りだと思います。その安倍談話となれば、安倍政権今は非常にその安定していると言われているので、その辺りの意味というものが変わってきそうですか？ここは難しいところだと思うんですね。安倍談話というのは同時に、まあ、影響力のある談話になる反面ですね、まあ、他方、従前の談話、この談話や村山談話を継承するところに言っているわけですね。でそうすると、一体どこの、部分が以前の談話と違って、そもそも何のために談話を出しているのかという部分が非常に分かりにくいことになるんだろうと思うんですよ。でその意味では、まあ、周辺国がずっと、まあ、邪推をしやすいものになってきますし、まあ、不必要な、まあまあ、解釈っていうのを行われる可能性が非常に大きくなります。でそのために、非常に重要になってくるのは、まあ、談話の内容もさることだから、そもそもこの談話が一体どういう目的で、どういう日本の国益にかなうものとして設定されているのかということを、まずは政府はきっちりと、国民に説明する必要があるんだろうと思うんですね。でそれなしには本当にも談話を出すこと自身にとってそれも何の意味もないですし、場合によっては、まあ、時の内閣の自己満足しか過ぎないということにもなってしまいかねないんだろうと思います。今言ったその国益という言葉は非常にその多面的な言葉ですよね。つまりその例えば法の談話を撤回することが国益なんだという考えの人も中にはいるわけですし、一方でそれを継承することこそが日本の国益なんだというふうに言っている人もいたりするわけですよね。そのあたりのビジョンを示すべきだということですか？まあ、ビジョンを示さないといけないけど、ビジョンをなしに談話の文章だけを詰めても見つからないということですね。一方ですね、菅官房長官が有識者を選定するという話をしているんですけれども、談話を発表するにあたって、こういった有識者を選定して、そしてまあ中身を詰めていく、どういった点に注目したいですか？そうですね、まあ、一つには、まあ、もちろんメンバーというのもありますけれども、まあ、どういったトーンで、どこの部分に重心を、まあ、置くような談話、まあ、そのための関心を集めてくるのかというのが、非常に注目されると思うんですよね。で特に、まあ、当然のことながら、まあ、談話の文書も短縮だから、それが書かれたライターによって、談話の解釈の仕方も変わってきます。でそうすると、まあ、集まってきた人が一体過去にどういうような発言をしてきているのか、でそういったとりわけ、まあ、重要になってくることも、アメリカ政府が明確に、実例を挙げて、まあ、示唆したわけですけども、まあ、村山談話と河野談話との関係をどう説明するのか、というのがやっぱり、どうしても焦点ならざるを得ないんですね。その有識者が例えば特定の歴史問題だけ その専門家ということになるのか、それともその例えばそういったスタンスで戦争に対して発言しているという方になるのか、それによっても随分と議論の見え方も変わってきそうですね。そうですね、見え方も違ってくると思います。今後の影響というのはどうでしょうか、談話以降の。そうですね、まあ特に韓国や中国は、まあ、この談話に関して非常に大きな警戒心を持っていますし、まあ、先ほども申し上げました通り、まあ、談話を出すということになってきますと、まあ、その文面や、まあ、それに関わる姿勢もいろんな発言が、まあ、5月6月あたりから出てくるだろうと思うんですね。でそうするとまあ、今年は歴史の節目の年ということもあり、まあ、6月には日韓の間で、国交正常化50周年のさまざまな式典が用意されていたり、まあ、太平洋戦争第2次大戦終わってから70周年ということで8月9月さまざまな、イベント用意されているわけですね。でそういったものが行われるまでの段階で、まあ、既にもう談話によって、まあ、あるいは談話をめぐる議論によって、
まあ、身動きが取れない状態になるということは、可能性としてはやっぱり存在すると思うんですよ。まあ、少なくともそういった事態にはならないように、そのことは談話というのはやはり、まあ、いろんな定義はあるんですけども、日本の国益にかなうような形で設定していくことってやっぱ大事だと思うんですね。まあ、今回文章全体が今までのその談話と違う方向に行くっていうことよりは、何かこう特定のワンフレーズとか何か一文入れられて、そこがなんかこう解釈と論争に今後なるっていうのは、その事態になる可能性も極めて高いですよね。そうですね。まあ文語は談話っていうのは、まあ、ある意味言葉遊びの部分もありますから、もちろん今さまざまな意味で解釈可能な言葉を入れてもいいのもやっぱりできるんだろうとは思います。同時に談話というのは何かというのは歴史認識、この場合は表すものになりますから、それに対して解釈というのをやっぱり合わせて出していくのが歴史の内容の責任だと思うんですね。まあ、そういう意味ではやはりあんまり過度な言葉は、まあ、遊びにはならないように、まあ、英語に。
今日はどうしましょうかね。今日も帰ります。今日は歩いて帰ります。今日は1月6日ですか。もう正月は過ぎてますけどね、まだ体調不良という言い訳で休んでいますけど、相変わらず輪っかですね。今日はですね、今日もやりましたけど、今日は海軍参謀という吉田なんとか先生、まだご存命でしょうか、わかりませんけど、僕はまた例によってあの花の新原先生の旦那さん、今年亡くなられたんですよね。お花の新原先生の旦那さんの新原二郎様いただいた方って、なんでこんなお花のあれを言うか、別にお花がじゃないですか。なんか家を掃除してたら出てきたんですね。お花の新原先生のというのは今年亡くなられたという娘さんの加藤みどり先生というのは、やってるんですけど、そちらのですね、その人からまだ今日なんかお見舞いのお返しのティーバッグ紅茶が届いたというね。まあとにかく新原先生の家族は学歴が高いっていうね。うちの母親もの、まあ、東京のおばあちゃんみたいな感じで、東京のおばあちゃんみたいな感じで、よくもう20年ぐらいお世話になって、というか僕の祖母はもう亡くなりましたけど、9年前ぐらい亡くなりましたね。もしかしてブログやってたかもしれませんね、うちの祖母が。なくて分かりません、10年になるというね。今日はソフトバンクに行って、今日は家の近くの板橋のソフトバンクに行って、ちょっとスマホをついに買おうかというというのは、僕の携帯ガラケーですけど、なんかインターネットの使い放題プランっていうのはやってないから、僕がいつもイワシをネットに書いてますけど、あれってあんだけちょっとやっただけで6000ぐらいかかってるんですよね。まあやり放題プランをやってないからって今日聞きましたけどね。板橋の JR 板橋駅前の外に来て、でうちの家族がまた、まあ、みんなガラケーで、母親もまた電話とかメールとかするらしくて、なんか電池がすぐ切れるとか言ってですね、なんか新しいのが欲しいとか、
まあ、9年前に買ったやつですけどね、ソフトバンクが携帯事業をあのボーダフォンから買収した後にすぐ新しいのが出て、一番安いタイプのを買ったんですけど、それが上がった9年経って買い替えようと。まあ、僕の携帯前もボーダフォンですから、ずっとボーダフォンなんですけどね、ボーダフォン携帯関係ない。それでまあ行ったんですけど、ちょっとスマホは1万円ぐらいするということで、まあちょっとまた考えますけどね、まあ、僕の業績も入ってる、もう Y モバイルがありが安そう、安くてありがたいんですけど、ちょっと Y モバイルをやってくれたというソフトバンク様の、ソフトバンク様に敬意を表して、ソフトバンクで買おうかと思って、まあ NTT は家の電話が NTT、まあ、ちょっと NTT に失礼なんですけどねNTT KDDI に悪いなと。まあちょっと僕の人生のなんというかあれなんですけど、ソフトバンクでスマホ木村拓哉さんの買おうかなと。シャープのちょっと去年の秋のやつはもう安くて、もちろん通信料かかるし、最新の6万円するらしいです、シャープのアコースケーター。まあシャープ、なぜかシャープ、うちのテレビはシャープですけど、液晶のスマホついに買うかどうか迷ってます。まあ動画はまああんまり見ないでしょうけど、チェックは見るかもしれないけどね、あんまりなんか制限があるらしいでしたけど、ということですけど、ということで今日はまた読書をしてますけどね、なんか最近沢子の部屋で、阿郷沢子さんの、阿郷沢子様の部屋で松井さんが、松井さんが出てて、阿川博之先生をちょっと興味をしてる、ちょっと阿川博之全集がありました、純粋の僕の見たかった戦艦長門の将来が見たかったですけどね、阿川博之先生のというのは、戦艦長門が室積、僕の地元の山口県東の室積沖に停泊していたって書いてありましたけどね、というのは海軍交渉があったんです、あそこ海軍の基地が、基地というか軍需工場がありまして、戦艦長門があそこに停泊していたという、まあ、あの回転とか魚雷の潜水艦のあれもあったらしい、基地があったらしい、とにかく地元の光市のですね、光市の室積沖に停泊していた長門、まあ、あの新原二郎さんも先生も戦艦長門に乗っていたっていう、あの日本の鳴吉整備鳴海小屋さんの本のあれがなんか菅野高校の制服に出てくる、僕を通るといつも菅野高校思います、菅野高校ですよ、菅野高校って人、井上なんで井上なる、菅野高校というと僕が東大の聴講の時に行った小沢さんっていうのが菅野高校で、東大理学部行ったんですけどね、そういえばあの湯川恵美さんっていうその東大のあの人も一緒のあれだったんですけど、ね、一緒の受けてたんですが、あの人はそういえば井上若さんに電話した、井上なるみ、井上
なんとかで思い出しましたけどね、米内なんとか、まあ、関係ないですね、まあ、菅山高校ですよ、豊島岡の女子生徒思い出ですけどね、まあ、なんでというのは、いろいろ理由が、まあ、理由が、まあ、家が近所だから菅山高校の制服が気になる、まあ、僕も学ラン、中学校の時学ランでしたけどね、なんかあの黒板の字がなんか黒板に書いてるすごく写真が東大、帝大を出てるっていう、阿川博之先生全集が出ましたけどね、まあ戦争です、戦争もの、軍事もの、今から日本が軍事、まあ、企業戦士でビジネスの指南書みたいな、ビジネス書としても読みますけど、もしかして今から戦争があるかもしれない、第三次世界大戦とまでは言いませんね、集団的自衛権の行使4人で自衛隊の派兵が誤って戦争をするかもしれない、なんかむしろこれ暴論ですけど、戦争した方が人口が増えるって誰かもう定説になっていて、わざと第二次世界大戦とかあったんですかね、戦争後に人口が急激に増えるのは昔からあったんでしょうね、こういう説が、こういう理論が、戦争のために人口を増やすために戦争すればいいよっていう暴論ですけどね、なんかまああったのかかもしれませんよ、事実は第1次世界大戦後に急激に人口が増えてるということも分かりませんけどね、僕全く明らかに僕はグルだと思いますよ、第二次世界大戦とか第一次世界大戦とかね、まあ、分かりませんけど、東条英機なんていうか、東条英機さんがまた巣鴨プリズンに監獄、なんていうんですか、牢屋に入って収監とも言う、フガモプリドに永久戦犯としてやられていた、永久戦犯として、フガモプリド今3社になってますけど、ね、ご存知でしょうか、3社に6時の前はフガモプリド刑務所だったということですね、刑務所といえば小菅刑務所っていうのが綾瀬の近くにあります、僕が歩いた時すげえ綾瀬の近くに東京の拘置所かなんかありますけど、網走番外地、あ、思い出しました、高倉健様の本が出てました、結局菅野高校を思い出した、ということで戦争の話はなんかいっぱい、なんか本屋にジュンクロに興味が行きましたけど、あの戦争ものが多いで、ああいうのあれはもう軍事専門誌じゃないですけどね、なんか今からもしかして戦争があるかもしれないという、わかりませんけど、そういう時に絶対参考になるとか、もしかしてシミュレーションかもしれませんね、あの戦争、亡国のイージスとかなんか漫画ありました、ね、さ戦争のシミュレーションしておくのも重要かもしれません、ということでヒットラーは実は善人だったのかもしれない、ネオナチって最近ありますね、ヒットラーをナチスを英雄、ナチスを英雄視する、ヒットラーもヒットラーももしかして人口増やすために戦争をやったのかもしれないというね、わかりませんけどね、かといって僕は戦争しろなんて口が裂けても言いませんけどね、原爆を体験した、しかしですね、なんであれが、まあ、2つ目はまた新原の二郎先生からいただいて、沢地久江さん、なんか
か女性の方なんですけどね、ということなんですけど、なぜか、まあ、今ちょっと体調崩していまして、具体的に言うと足が痛い、例によっていつものように足、しかし、なんか1年1回ぐらいか、体壊すんですけど、だんだん軽くなっているという、だんだん頭が良くなってきてるんですかね、だんだん計算できるようになってきているのかもしれません。わかりませんけど、ちょっと動機が、ずっと最近ね、年正月ですからね、猫と言われても否定できません。僕は猫です。現在、寝込んでいます。ワインモバイルのせいでも、思い出しますけど、ということで、現在リハビリ中でございます。治りしてまた、戦場へ、また何するか、何するかわかりませんけどね、僕。この何するかわからないのに、先生たちのご迷惑をおかけして、藤原先生に言わせればとんでもないやつ。本が出てきて、お茶の水で、藤原先生に言わせればとんでもないやつになっています。僕今日思いついたのは、なんか自分でいろいろ集めた文章をちょっと違うフォントにしてでっかくして、四角いカードにしてやろうかなって、あるいは数学の、昔の数学の、昔の数学学会、物理学会のプリントアウトして昔からやろうかななんて、関高勝からやろうかな、関高勝から、僕は文章じゃなくて動画にするのが僕のミッションかもしれませんけどね、わかりませんけど、 まだでもこうやって小説読むとやっぱり小説が書きたくなるんですけど、やはりこのカメラがある限りカメラを選んでしまう僕は悲しい佐賀なんです。佐賀県ではないですけど、悲しい佐賀ということで、佐賀といえば結城まみさんの写真も見ましたけどね、江頭25分、江頭さんは佐賀さんですと、ということで、江頭先生という法律の世界では有名な先生がいいですけど、はあ、とにかく僕は自立しなければいけないというプー太郎のお私でございまして、新年2015年もまたこの生活が続くでしょうか。何か製品を開発して会社に売り込みに行くなど、何か稼がないといけなせるということでございます。どうなっているのでしょうか。僕は人生を諦めていたのでしょうか。兄はとっとと帰りましたけどね、兄にちょっと基板の回路の設計を教わろうと思ったんですけど、僕はちょっと寝てしまいすれ違ってしまいました。兄は一応回路の製品作りはやっているので、やっていたので回路設計はできるということで、まあ言われたのはデータシートを読めるようにならないといけないって言われましたね。あとプログラミング、複雑なのやるにはプログラミングやらないといけない。でも兄はプログラミングやってないですから、ハードウェア、ね、今更プログラミングが僕はもうできないんじゃないか、できないんじゃないかと思いますけど、ジャクサで思い出しました。だから昨日池上先生のテレビで津田さんという、津田博士という人が弱者にいて、ハヤブサ2のなんかリーダーみたいな責任